激しい死闘の末グリム城を倒したイチゴだが、息つく間もなくクイント・エスパーダ、ノイトラ・ジルガが襲いかかってくる。グリム城との戦いですでに傷つき疲労していたイチゴはノイトラに圧倒され危機に陥る。その頃、ソウルソサエティからの援軍の一人として11番隊隊長ザラキ・ケンパチはウェコムンドに到着していた。戦いを求めケンパチはウェコムンドの戦場を行く。行くぜ。
かっていきな。まあ寝起きの運動くらいにはなるだろうぜ。へっ、名は何だ死神。11番隊隊長ザラキケンパチ。クイントエスパーだ、ノイトラジルガだ。何だ、それが全力か。随分と軽い剣だな死神。歴代全エスパーだ最高候補だ。てめえら死神の剣で蹴れるわけがねえんだよ。やれやれ、久しぶりにやってみるか、剣道ってのをよ。どうもようやく慣れてきたみてえだな、てめえの硬さによ。慣れだと、そんなもんでこの俺が蹴れるってのか。最近じっとなまってたもんだよ、加減を忘れちまってたみたいだ。ありがとよ、おかげでいい刀なしになったぜ。バカな、目障りなんだよ。礼はこの剣で変えさせてくれや。終わりだぜ死神。何が終わりだ、こっからだ楽しいとこはよ。さあ始めようぜエスパーだ。調子に乗るぜ。俺の方に来て、奴の方に血を流して。どれなのこいつ、バカな、目障りなんだよ、目障りなんだよ。さっさと死ね。Yeah!
か。てめえのその感度。やれやれ、久しぶりにやってみるか、剣道ってのをよ。風だよ。俺はこの眼帯で霊圧に封をして抑え込んでんだ。戦いをじっくり味わうためによ。楽しかったぜ、ノイトラ。いい肩慣らしになったぜ。